12月6日火曜日、あやらセンター西武グランドフロアに来ています。ただいま1時35分。ここに入ったところに大きなクリスマスツリーがあります。3階まで行ってますね、てっぺんはね。でこれでね、みんなあの記念写真を撮りに来てる人がいっぱいいるんですけどね、いっぱいいるんですよ、記念写真撮ってる人。今日は火曜日、クリスマスまであと何日って書いてないんですけどね、ここはね。結構ここで休んでる人もいますけどね。入り口にはこんなあれもあります。近くに日本の鬼塚タイガーっていう靴屋さんが、靴屋さんだかファッションセンターがありますね、鬼塚タイガちょっとね、荷物置いてあるんでね、なんかうろちょろしてる人がいるんでちょっと心配なんですよね。こちら側からでもね、写真撮れんですけどね、てっぺんまで映らないんですね。SM シティよりは規模がちょっと全然小さいんですけどね、ここはね。 SM だともうキラキラピカピカ、キラキラピカピカね、いっぱいクリスマスツリーがあるんですけど、あやらセンターセブではこんな感じです。夜になってもね、あんまり変わんないと思いますけど。あと何日って書いてませんね。ちょっとインフォメーションも聞いてきます。Party hall. Christmas days, but how many days? Sir? How many days Christmas? Christmas. No lighting. 19 days? Yes. 19日だそうです。ここには何にも書いてないからわかんない。19日だそうです。そうか。何にも書いてない。クリスマスまで19日だそう。普通はね、あと何日って書いてあるんですけどね。
なんか声をでっかくしちゃったんで申し訳ない。終わります。外に出るまで撮ってきますか。ちょっと出口ね、こっち東側の出口です。東側の出口。え、フリーライド？あやらセンターセブフリーライド。何これは？あやらセンターアピール。ディスタンプデパートメント。オクトーバー？ノベンバーも終わっちゃったよ。ほんまに終わっちゃったよ。フリーライドのなんかポスターがあった。とんでもない。終わっちゃったやつが。ここはアエラセンター東口の入り口になりますけど。こんな感じですね。今階段降りてるんですけど。ここが入り口なんですけどね。こちらが出口です。外はこんな感じですね。なんかルスタンスの方の車が並んでますね。ルスタンス並んでますね。なんだろうこれ。駐停車禁止のあの印があんだけどね。ふざけてるよね。誰もこれ注意しないね。駐停車禁止乗り降りだけなって書いてあるの。誰も注意しない。一応表に出ました。こんな感じの天気ですね、今日は。ここがロスタンスの食品売り場のちっちゃな入り口なんですね。ここからやらに直結してますんで、ここから入ると便利なんですけど、なんか暗ったいからもう少し寄ってきますね。ここがね、ルスタンスの食品売り場の入り口です。ルスタンスとアヤラセンターの交差点に来ました。前で今建設中のビルディングが今6階7階目まで作ってますね。ちょっと見づらいかな、ちょっと見づらいですけどね。真っ暗に青空がなかなか見えないですね。はい、じゃあ終わります。お家に帰りますね。お家に帰ります。